はい、こんにちは。今回は前回紹介させていただいたブティリナックス、こちらの日本語メニュー化とか、あと細かいですねカスタマイズの方法ですね、こちらについて解説させていただきたいと思います。ブティリナックスはですね、軽量な割にかなり細かくカスタマイズができます。その一方でですね、その設定方法が非常に分かりにくい作りになってますので、今回の動画を作らせていただきました。はい、前回の続きですね。前回のままでも十分に使えるんですけれども、日本語化をもう少し進めたいと思います。メニューから、セッティングス、これのですね、モジュールズ、こちらをクリックしていただいて、こちらにセッティングスっていうタブがあります。これで、ラングエッジ、こちら今、ランプがついてないので、これを選択して、ロードを押します。そして一旦クローズを押します。その後にメニューからセッティングス、セッティングスパネル。はい、この中にラングエッジっていうタブがありますので、このラングエッジセッティングス、こちらをクリックします。はい、するとですね、こういうふうにイングリッシュのところにカーソルが当たってますので、日本語、にして、アプライ。そして、了解。はい、閉じるですね。これでですね、ここら辺が日本語になってますね。設定とかになりました。メニューの方は、一部日本語になってるっていう感じですね。英語のところも残っていますね。テイクアスクリーンショットとか、そうですね。まあ、大体日本語になっていますね。はい。次にデスクトップですね。今ちょっと殺風景なので、やはりですね、こちらにアイコンを表示できるようにしたいなと思っています。これがですね、メニューから、設定、モジュール、こちらですね。ファイルにデスクトップアイコンズ、こちらのランプがついてませんので、こちらを選択して、やはりロードを押してください。するとですね、デスクトップに今SD カード、今挿してるですね、ノートパソコンに挿している SD カードが表示されるようになりました。これで閉じるです。ブティリナックスはやっぱりこのモジュール、ロード、これがですね、まあ基本みたいで、なかなかこちらの方が慣れないかもしれません。ちなみにデスクトップなんですけれども、アイコンが表示できるようになってもですね、右クリックしても新規作成とかは出ません。もしですね、デスクトップに何かのものを作りたいときは、一回フォルダを開いていただいて、フォルダの中のですね、デスクトップ、こちらを開いていただいて、こちらでですね、右クリックで、今からのファイルとかフォルダとか作ってみてください。そうすればですね、デスクトップ上に表示されるようになります。こうすることで初めて、この新しく作ったファイル上で右クリックしてメニュー、それに関するメニューが表示されるようになります。カットコピー削除とか名前の変更とか。ちなみに SD カードの場合はですね、こういう感じでアンマウントとかイジェクトとか SD カードに応じたメニューが開くようになります。はい。ここで削除しておきます。それとですね、アプリケーションのインストールに関しては、前回も紹介したんですけれども、こちらのブッティ APP センター、こちらで代表的なものはインストールすることができます。はい。で、今回入れてみようかなと思っているのは、この目視モジュールズっていうカテゴリーですね。目視っていうデスクトップ環境のモジュールっていうことで、ここにですね、CPU ユーセージとか、メモリーユーセージとか、あと、ドックランチャーですね、ランチャードック、エンゲージ、こちらを入れてみようと思っています。プランクとかを入れるのでもいいんですけれども、せっかくですね、モジュールとして、まあ、標準的なパッケージとして用意されてますので、こちらの3つ入れてみようかなと思っています。
Spotify インストール。はい、インストールですね。はい、クローズ。で、一つ戻って、メモリユーセージ。インストール。はい、インストールですね。はい、クローズですね。で、APP センターをクリックすると APP センターに戻ってしまいますので、ブラウザーバックでいいかなと思います。で、ランチャードック、エンゲージ。はい、インストールですね。はい、インストールです。はい、クローズですね。はい、そしてですね、こちらの APP センター、Ubuntu Linux の APP センターにないアプリケーションを入れたい場合は、メニューから、アプリケーション、システムツール、シナプティックパッケージマネージャー、これですね、初期状態から入ってますので、こちらの方をクリックしてください。はい、これでですね、好きなソフトをインストールしてみてください。はい、右クリックでインストールして、はい、マークで、はい、適用ですね。はい、アプライ。はい、クローズですね。こんな感じでですね、Ubuntu Linux の APP センターにないパッケージでもインストールすることはできます。無垢者のモジュールとかをインストールしたんですけれども、そのままだとやはりですね、まだ使えません。使えるようにするには、メニューから、設定、モジュール。これで、例えば、先ほどのエンゲージだったら、こちらを選択して、ロードしてください。するとですね、下の方にドックランチャーが出てきます。そして、こちらの設定を変えるの。場所をですね、下じゃなくてですね、左とかに持っていきたい場合、これ一旦閉じていただいて、メニューから、設定、設定パネル。これのですね、はい、拡張機能のタブのエンゲージ、こちらをクリックしてください。するとですね、こちらに、バー、ゾーン0っていうのが書いてあります。これがですね、こちらのドックランチャーに対応しています。こちらを選択して、コンフィギュア。そして、今、ボトムエッジになってますので、これをですね、左、F とエッジ。これで適用します。するとですね、左の方に行きます。その他ですね、アイコンのサイズとか、あと、ズームをどうするか、どれぐらいのズームにするかとか、いろいろですね、カスタマイズはできます。閉じる。が、どうしてですね、こういう風に設定が散らばってるのかがちょっとわかりません。正直ですね、こちらの設定に関しては、表示がされたらすぐに右クリックとかで設定に行って、細かく設定ができるっていう風にしていただかないと、なかなかですね、とっつきにくいところがあるんですね。まあ、ちょっとこの目視者っていうデスクトップ環境がそこがちょっと弱いっていうか不親切なところだと自分は思っています。はい。そしてですね、先ほどインストールした、モジュール、目視者モジュールのうちの CPU とかメモリーとかの使用量があったと思うんですけども、あれはですね、デスクトップのガジェットとして認識されてるみたいです。まあ、なんつうか、わかりにくいですね。はい。メニューからですね、で、このガジェット、こちらをクリックしてください。で、こちらはですね、レイヤーズのところに背景、こちらを選択して、コンフィギュアレイヤー、こちらで、はい、クリックしてください。
するとこの中にですね、CPU 出てますね。これでガジェットを追加する。そしてメモリ、こちらもガジェットを追加する。で、閉じる閉じる。こんな感じでですね、CPU とメモリの使用量が表示されるみたいです。クリックしたら表示されるって感じですね。見づらいな。場所もちょっと良くないから、もう一度場所の変更もこれドラッグでできないんですね。これコントロールでも動かないし、うん。メニューから設定、ガジェット、背景、コンフィギュアレイヤーで CPU。こちらの労働ガジェットでできてるんですけど、基本設定、あ、詳細設定、こんな感じか。場所の移動ができないのかな？できるはずなんですけども、ちょっと今、やり方がわかりません。ので、今回は削除。削除。閉じる。閉じる。こうしておきます。ちょっとですね、ちょっと使いにくいかなと、表示させててもですね、表示が見づらいので、今回はいらないかなと思いますが、ガジェットとして認識されているモジュールも存在しますので、その種類によって設定画面が違います。次に仮想デスクトップについて説明させていただきます。仮想デスクトップ、こちらの2つですね。ページャーですね。何も表示してないとき、デスクトップ上に何も表示してないときは、ちょっと切り替わりがわかりにくいんですけれども、前回設定で、こういう風になんか、フォルダーとかアプリケーションとかが開いているときに切り替えるとアニメーション効果を出すようにしました。はい。これだけでも随分ですね、どちらのデスクトップで作業しているかわかりやすいんですけれども、さらにですね、これ壁紙設定をすることで切り替わりがわかりやすくなります。やり方はですね、例えばこちらの左側のページャーだと、右クリックで仮想デスクトップの設定、こんな感じで出てきますね。で、左側を選択すると、別ウィンドウが開きます。デスクトップの壁紙、ここで設定をしてください。画像をですね、選べばいいので、ここは他の画像ですね。ダウンロードフォルダーに入れました。ダウンロードフォルダーに壁紙3つほど、ちょっとフリーのやつをダウンロードしてきましたので、例えばこちら。はい、了解、適用、閉じる。こんな感じで1ページ目の壁紙を設定しました。そしてもう一つ、こちら閉じるですね。で、右側もクリック、はい、同様に設定、他の画像、はい、今度はこちらですね、ユーズ、了解、適用、閉じる、閉じる、閉じる。はい、これでどんな感じになったかって言いますと、右側に移動すると、こんな感じでですね、アニメーション効果も勝手になんか上下にスライドするか形に変わりましたね。壁紙をそれぞれの仮想デスクトップ、ページャーで変更すると、画面の切り替わりのアニメーションも変わるみたいですね。こっちの方が自分は好みですね。こんな感じで仮想デスクトップの壁紙をそれぞれ設定することができます。意外にですね、各仮想デスクトップの壁紙を別のものにするっていうのは他のディストリビューションだとできないことなので、こういう風にですね、設定できると、はい、便利ですね。わかりやすいです。はい、いかがでしたでしょうか。ブッティ Linux のカスタマイズ方法。他のディストリビューションよりもかなりですね、わかりにくい作りになっていたかと思います。がですね、細やかに設定ができますので、意外にですね、こうしたかったっていうことが実現できたりするディストリビューションでもあります。個人的にはすごく好きなディストリビューションですので、興味が湧いたらですね、こちらの方を入れてみたら面白いかと思います。
今回の動画が面白かった方、今後に期待されたい方はですね、ぜひともですね、チャンネル登録と高評価の方をお願いします。はい、今回の動画はこちらの方で終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。